ごんぎつねは、愛知県半田市出身の新見南吉の児童文学です。新見南吉の出身地である半田市周辺の矢勝川や権現山を舞台にしたものです。話のあらすじ。ごんぎつねは、村へ出てきては、いたずらをして村人を困らせていた。ある日、狐のゴンは、兵十が川で獲った魚やうなぎを逃がすといういたずらをする。それから、10日ほどの後、兵十の母親の葬列を見た。ゴンは、逃がしたうなぎは、兵十が、病気の母親のためだったと、後悔する。うなぎを逃がした詫びのつもりで、魚屋から、イワシを盗んで、兵十の家に投げ込む。翌日、魚屋にイワシ泥棒と間違われたことを知り、ゴンは反省して、自分の力で償いを始める。しかし、兵十は、毎日の謎の届け物の、栗や松茸の意味がわからなかった。その翌日、兵十は、ゴンが家に忍び込んだ気配に気づいた。ゴンが、また、いたずらに来たのだと思い、ゴンを火縄銃で撃ってしまうが、ここで、初めて、栗や松茸が、ゴンのお詫びだったことに気づいた。ゴン、お前だったのか。いつも、栗をくれたのは、と問いかけると、ゴンはうなずく。兵十の手から火縄銃が落ち、筒口から、青い煙が出ているところで、物語が終わる。